はい、こんにちは、メタモ先生です。皆さん、マックのハッピーセットのカービィちゃんはゲットできたでしょうか？と、私はなんとね、ゲットできませんでした。第1弾もう完全に取り残されてしまいました。それで、今回はね、簡単に、マックのカービィちゃんじゃないんですけど、人形を作っていきたいと思います。それがこちらです。じゃーん。すごいなんか不思議な感じなんですけど、こちらはスポンジと毛糸でできています。今回はこちらのカービィちゃんの作り方を紹介していきたいと思います。私みたいにね、今回買えなくて残念な思いした方とか、あと一緒にね、楽しくワイワイと作ったりとかできてもね、すごく楽しいと思うので、皆さんよかったらやってみてください。はい、ではそしたらまずはスポンジをカービィちゃんの形のように切っていきます。で、私が今回使っているこちらのスポンジはダイソーに売っていた500円商品の低反発セアテクッションというクッションを使っています。ちょっとね、厚みがある方がいいかなと思います。ではそしたらカービィちゃんを描いて切っていくんですけど、どこを使おうかな。で、今回はこちらの大きさは割と小さめで大丈夫です。後から毛糸を貼るので、実際のこの描いた大きさよりも大きくなるので、そんなにあまり大きくしなくて大丈夫です。あと今回はそんなに綺麗に切らなくて大丈夫です。これも後から毛糸をね、乗せちゃうので、そんなにね、形は気にしなくて大丈夫です。はい、切れました。こんな感じで、まずは普通のノーマルカービィちゃんを作りたいんですけど、こんな感じでベースができました。そしたら今度は手と足も作っていきます。はい、ではそれでは手と足と体がカットできました。そしたら、接着剤でこちらをつけていきたいと思います。しっかりとつけてください。なんかこの時点でめちゃくちゃカービィちゃんっていう感じがしますね。まだ全然できてないけど、形もいびつなんですけど、カービィちゃんです。で、今回は他の種類のカービィちゃん、あとね、ワドちゃんも入ってたので、そちらも同じようにちょっと作っていきたいと思います。はい、ではこんな感じで一応4種類切ることができました。今回は全種類作りたかったんですけど、ちょっとあまりにもね、結構量が多かったので絞らせてもらいました。そしたら今度使うのは、はい、こちらの毛糸になります。こちらの毛糸はダイソーで買ったり100均で売っています。で、割とモコモコとした毛糸を使っていきます。ではそしたらこちらの毛糸を細かく切っていきます。細かさで言うとこのくらい、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、こんな感じで毛糸を切っていきます。それではある程度毛糸がカットできたので、こちらのスポンジに貼り付けていきます。で、貼り付けていくときに使うのはこちらの速乾クリアというボンドを使います。と、普通の木工用ボンドでもいいんですけど、柔らかく仕上げたい場合はこちらを使
使ってみてください。そしたらまずは普通のノーマルカービィちゃんから作っていきます。こんな感じに割と多めにボンドをつけて、この先ほど切った毛糸を貼り付けていくだけです。なるべく隙間を空けないようにしっかり貼り付けていくといい感じになります。では貼り付けたんですけど、こんな感じです。全体にピンクの毛糸を貼りました。そしたら今度は足なんですけど、足は違う色のこの毛糸を使っていきます。ちょっと濃いめのピンクになります。でこちらの足の方は切って貼るんではなくて巻きつけて貼っていこうと思います。たらまずはボンドを貼っていきます。ボンドを塗れたらこちらの毛糸をですね巻きつけていくんですけど、ちょっと後ろの方から始まりでまま前に持ってくる。でちょっと貼り付けながらまたくるんと回して、で最初のとこに来るんですけど、それをまた今度2段目のところにこういうふうにくるっと下のとこにくるっと隙間がね開かないように貼り付けていきます。でこれ上の方まで来たら、この毛糸を適当に切って、でこれをまたくるっと、ちょっと長いんでちょっと切ります。こんな感じでカービィちゃんの足です、だいぶねやっぱり大きさがちょっとボリュームが出ちゃうんですけど、これで足になります。そしたらねこちらも同じようにやっていきます。ではこんな感じですね。はい、ちょっと大変なんですけど、あと2つのカービィちゃんも同じようにやっていきたいと思います。はい、では次はワドちゃんなんですけど、ワドちゃんに使う毛糸はこちらです。ちょっとね色があまりいいのがなかったんですけど、はい、ではねそしたらカービィちゃんたちと同じようにやるんですけど、ちょっと足から作っちゃいます。はい、ではここまでできたら今度は顔とほっぺを作っていきます。で今回使うのはこちら、黒プラバンを使っていきたいと思います。こちらはダイソーで売っていたものになります。こちらは今マットな方と裏面がツルツルな面になっています。まあどちらでもいいんですけど、とりあえず顔というか目の黒い縁を作っていきたいと思います。で大体なんですけど4分の1くらいの大きさになるので、ではとりあえずなんとか焼けました。大きさもこんな感じです。そしたら今度は白目を描きたいので絵の具で描いていきます。
はい、ではそれではパーツができたのでいよいよ貼り付けていきたいと思います。じゃあまずは普通のノーマルカービィちゃんからつけてみようと思います。だから大体つけるところにボンドをつけて、マックのカービィちゃん風の、ぬいぐるみを作ってみました。出来は、ちょっとね、似てない部分すごくあると思うんですけど、材料がね、スポンジに貼り付けたっていうの、とてもね、単純な作業だったとは思うんですけど、可愛くできたんじゃないかなと思います。で、しかもですね、ボンドを速乾クリアにしてるので、触るとね、こんな感じで、ふわふわもちもちしています。触ってもすごく可愛いと思います。あまりね、すごい触りすぎると毛糸が取れてしまったりするので、気をつけて、遊んであげてください。ではね、今回、またね、第2弾があると思うんですけど、そちらにはね、私も頑張ってゲットできるように、皆さんも、また可愛いカービィちゃんたちに出会えるといいなと思います。では、少しでも参考になったら嬉しいです。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また見てね。バイバーイ。